ドローンが飛んでますね。ドローン、ドローンで撮影してるんでしょうね。みんなのカメで行こうね。まあしょうがないな、これだけしかない。地面にアートが描かれているんですけど、ほとんどわからない状態です。もっと高い場所から見ないと、何の絵なのかさっぱりわかりません。看板で綺麗に写ってる。あ、そうですね。写真がありますよね。看板でね。看板見るしかないですか。でやっぱそれでもダメですか。私ああやってやるかな。ここよりはマシですけどね。これ使えばもっと、あ、まだね、うん、3メートルだけ高くなる。ああ、これはドローンだね。本当だよ。ドローンで撮る必要ないのかな。全然わかんねえ。ねえ。これフランス桟橋みたいなことか。フランスの人だよ。6番で消えちゃうって言うからさ、売ってないなと思った。これ何？そこに書いてあるのがそうです。そうそうそう。テレビのお兄さんとんでね、4日間で消えちゃうっていうもんでね。これここでよ。テレビのニュースだと。テレビの画面。それでね。だってさ、爪の感じにしか見えないから。こっちはだからこっち。こっちだからと思う。ここ。なんでね、直感見とくかなと思ってね。いいじゃないですか。うん？いいじゃないですか。あ、これニュースのテレビやってる。静岡新聞にもこれ載ったっけよ。そんなのあるんだね。なんかちょっとした散歩してこう歩きながらこう見えるようにすればさ、ね、なんか台でも置いてくるね。翌年で消えちゃうっていうからさ、自然にじゃあ持ってないなと思って。あそこの非常階段だね。あそこの非常階段。ああ砂みたいな感じなんだよ。で4日間で消えちゃうって。砂だって。ねえ。砂だって。そう。消えちゃうだよ。消えちゃうだよね。うん、4日間で消えちゃうって。すごいよ。だってこっちから向こうなんだよ。100メートルだって。うん、4日間で消えちゃうとね。いや見とかなきゃ損しちゃうなって。そうじゃん。最高からしてこれね。ちょっと高いさ。3メートルぐらいの散歩所。4日間で消えちゃうって。だから消えばね。